皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝田でございます。今回はこちら、このアイリグパッツの楽しみ方とかではなくて、使い方を皆様にご紹介させていただこうかなと思います。というのも、なんでかと言いますと、そのマニュアルが全部英語だったりとか、あとインジケーターが全くないので、操作がすごく難しかったりとかするんですよ。なので、このアイリグパッツ買ったはいいけれども、操作が全然わからねえぜなんていう方は、ぜひ参考にしていただけると嬉しいなという感じです。僕自身もその英語のマニュアルを隅から隅まで読んで、やっと理解できたような感じなので、困った方がいらっしゃいましたら、ぜひ参考にしてみてくださいませ。で、使うアプリはこちら、サンプルタンクを使っていきます。僕が持っているのはこれ有料のバージョンなんですけれども、無料のバージョンもありますので、よければこちらで、そのアイリグパッツの使い方に慣れていただけると、すごく良いかなと思います。それでは、それでは。とりあえず、基本的な使い方としては、この、パッドを叩いて楽しんでいくんですけれども、これだけではちょっと物足りねえということで、この辺のボタンをいじったりとかしていくことになるんですが、順番にいってみましょう。まず、このシーンというボタン、これを説明させていただきましょう。このシーンというボタンを押すと、この光るところが出てきます。1番、2番、5番、6番、7番、8番という感じで、そのあらかじめ決められた組み合わせみたいなのを呼び出すモードになるんですが、1番は確か何かしら そのドラムの、なんかこう、なんていうんですか。なんか基本的な、一般的なドラムモードみたいな、確かそんなことが説明書に書いてあった気がします。ドラムを演奏するのだったら、これがちょうどいいよという感じでしょうか。で、その次、シーン2番を設定すると、こんな感じで、もう順番に半音階ずつ上るようなモードになります。で、この5番、6番、7番、8番に関しては、赤いというメーカーのパッドの何かしらのモードとか、なんかそんな感じだったんですけども、僕、その赤いのパッドを使ったことがあるので、よくわからなかったです。で、これでシーンを押して、何かしら呼び出して、シーンを押して、何かしら呼び出してとやっていくんですが、これ、こんな低い音しか出ないのかと思うじゃないですか。一応、それもちゃんと設定の仕方があって、それがこのエディットモードってやつです。ボタンを同時押しします。そうすると、こんな画面になって、で、ここのオクターブダウンとオクターブアップのボタンを使って、オクターブの調整をしていきます。アップを1回押して、エンターを押して、このエディットモードを抜けると、音が高くなっています。もう1回アップを押して、エンターを押せば、また高くなりますし、さらに上げることも可能という感じです。で、何回かこうタップをして、この両方とも緑色になっている状態、これがデフォルトの状態でございます。で、他にも、このベロシティのソフトとノーマルとハードというのがあるんですけれども、ソフトに設定をすると、この強弱の付け方が結構このシビアじゃないか、なんかこう大きくなります。とにかく大きくなります。ソフトを選択して、エンターを押してみましょう。で、ドラムをチョイスしてやってみますと、結構すぐに。そのマックスベロシティ、最大音量までいくんですよ。で、逆にハードに設定をすると、結構思いっきりいかないと、その最大ベロシティ、最大音量まで到達しないです。ノーマルだと、それの中間くらいという感じですね。ソフトだと、あっという間に、もうすぐに最大音量に達します。基本的な使い方としては、その辺でしょうか。エディットモードにして、何かしらをしていくというような感じです。で、このMIDI チャンネルを設定したりとか、プログラムを設定したりとか、サンプルタンクで言えば、このプリセットを選ぶことになるんですけれども、この辺の説明をさせていただきたいところなんですけれども、ちょっとややこしいので、これはまた次回にします。今回紹介したいのは、このパッツですね、パッツ。これですよ、これ。これがすごくわかりづらい。これがすごくわかりづらいです。あとあれか。ごめんなさい、その前にフィックスベロシティですね。これを点灯させておくと、ベロシティが一切つかなくなります。強弱が一切つかなくなる感じですね。強弱をつけなくてもいいときになったら、これを点灯させておくと良いかなという感じです。で、ちょっとまた話が戻りまして、このパッドの設定の仕方なんですけども、なんて言うんだろうな、シーンボタンを押して、このプリセットの組み合わせを呼び出すじゃないですか。いや、もうちょっと俺はもっとこうなんかこう好きなところに好きな音色を割り当ててるんだよという方、少なからずいらっしゃると思うんですけども、おそらくこの動画を見ている大半の人たちがその方法を求めて、やってきているかと思います。僕もこれマジ本当に、もう本当にマジこれ本当にもうね、すんごい苦労して見つけたような感じです。とりあえずやってみましょうか。
エディットモードにして、パッツというボタンを押します。そうすると、どのボタンをいじりますかと今聞かれているんですよ。どのボタンを設定しますか、編集しますかと。じゃあ、このボタンを編集します。じゃあ、そのボタンにチャンネルの割り当てをするのか、それともコントローラーの割り当てをするのか、音階の割り当てをするのかという3択になります。今回はその音階の割り当てをしたいので、ノートを押しましょう。で、そのトリガーかトリガーじゃないかみたいな設定があるんですけれども、この辺の説明がすごくややこしいので、この5番のテンポを押しておいてください。で、そうすると、じゃあ何の音を割り当てますかという画面になります。どのボタンを編集するのか、そして音階なのかコントローラーなのか、まあ、そういった何を割り当てるのかを設定して、で、それがトリガーなのかトリガーじゃないのかの選択をすると、じゃあ何の音を入れますかという画面になります。例えば、ここにこの E の音を割り当てたいとしましょう。そしたら、この下の小さい文字の E を探してください。E、ありますよね。ここをポチッと押すと、E の音が設定されます。しかし、確かにこれは E の音だけども、もうオクターブ下の音を設定したんだよなっていう場合、その場合はこの緑色のオクターブダウンとオクターブアップのボタンを使って調整をしていくことになります。オクターブダウンを1回押してみましょう。そうすると、この音がオクターブ下がります。もう1回押せば、もう1回下がると。こんな感じで、そのサンプルタンクの方でどの音を設定したいかを確認して、こっち側で音面を確認してやっていくというのがすごく良いかなと思います。で、無事に、あ、そう、この E だよ、この E だよ、俺が設定したいのはこの E だよというのが見つかりましたら、エンターボタンを押して、このエンターですね、を押して、エディットモードを抜ければ無事に E の音が設定されます。もう一回やってみましょうか。じゃあ、今度はここに F の音を割り当てようと思います。F の音。エディットモードにして、パッツを押す。で、編集したいボタンを押して、音階、テンプ。で、F を探して、で、オクターブ下にしたい場合は、これを2回押して、エンターでエディットモードを抜ける。そうすると、無事にオクターブを抜けられる。あ、E と F を設定できました。ちょっとこんな感じで、たくさん音階を設定していきたいと思います。設定が終わりました。これ、僕は何が言いたかったかというと、そのギターとかと同じような配列にしたかったんですよ。その僕、ギターを弾く人なので、まあそのね、ギターっぽく弾ければすごく便利だなという感じで、例えば、まあ、こうすれば E のパワーコード、A のパワーコード、D のパワーコード。で、こうすれば、こう、パワーコードで、こうすれば E コード。まあ、こんな感じで設定をしたかったんです。そうすれば、ちょっとまあ音の限界はあれども、自分の思い通りに弾くことができるので、まあ、便利だなと思って、こんなプリセットをちょっと今作ってみました。で、ここからそのまた別のシーンを呼び出してしまうと、今作ったものが全て消えてしまうので、必ずセーブをするようにしましょう。セーブするにはどうしたらいいかというと、まずこのシーンボタンを長押しします。こんな感じ。そうすると点滅して、どこにセーブするんだい、どこにセーブするんだいと聞いてくるので、セーブしたい場所をタップします。この光っているところは、もうすでにあらかじめプリセットがあるところなので、ここをタップすると上書きをすることになりまして、光っていないところをタップすれば、そこにセーブをすることになります。で、一回セーブしてしまえば、次からはここをタップするだけで、シーンを呼び出して、ここをタップするだけで、呼び出すことができるという感じでしょうか。どうでしょうか。ちょっとなんかややこしかったかもしれないですけれども、まあ、何回かやってみればすぐにわかるかと思います。そのシーン の, そのパラメータとして、なんていうのかな。今これ作ったシーンを呼び出しているんですけれども、エディットモードにしてオクターブを上げたりとかします。で、エンターボタンで、まあ、オクターブ上のさっき僕が作ったパッドを今演奏していることになるんですけれども、シーンをちょっと編集したりとかすると、ここがこう点滅になります。これがその元のシーンをちょっといじっているよという意味になるんですけれども、もしこのまま、あ、このシーンは使いやすいなとなった場合、
またこれ長押しをして上書きをすると、次から呼び出したときに同じ設定で演奏することができます。そんな感じです。で、他にもそのエディットボタンを押して、こういうところを触ると、OK、OK、ちょっとここをいじるよと、どういうふうにいじりたいんだい、MIDI チャンネルを切り替えたいのか、コントロールを切り替えたいのか、それともピッチベンドしたいのかというふうに聞いてくるので、それぞれをこうタップして設定をしていくような感じです。ここのボタンもそうですね。このつまみもクッと回すと、こんな感じで MIDI チャンネルを変えるのかい、プログラムを変えるのかい、何かしらのコントロールなのかいと。で、他にもここもそうですね。この1、2ボタン、ここにその何を割り振るんだいと。これなんか普通に音階とかも割り振れるんですよ。例えば、これとか設定すると。こんな感じで、これもその音階のボタンとして使うことができます。ただし、この1、2ボタンに関しては、そのベロシティ感度、タッチレスポンス、なんていうんですかね、その強弱を判断する機能を持ち合わせていないので、それができないんですけれども、こういう使い方もできるというような感じです。で、この辺のつまみとかもそのパンニング、その左右の割り振りだったりとか、あとボリュームのコントロールだったりとか、こういったこともできるんですけれども、これも全部変えられます。その辺は、ちょっと僕はあんま MIDI に詳しくないので、何チャンネルに設定すればいいのかわからなくて、ちょっとわからなかったんですけれども、ちょっと興味がありましたら、その辺もガッといじってみてくださいませ。それではちょっと長くなりましたけれども、以上が基本的な使い方という感じです。結構謎が解けたと思いますので、一緒にアイリグパッツ、楽しんでいきましょう。僕も今日買ったばっかりなので、これからたくさんいじり回して楽しんでいきたいなと思います。それではまた違う動画でお会いしましょう。さよなら。